皆さんこんにちは。Welcome to 英語ファイルさあ、今回も英作文でよくあるミスを紹介します。今回で15回目なんですけれども、まあ、全部ね、15回分見てる人ならば、だいぶ正確な英文が書けるようになったかなと思います。でも今回ねえ、初めてですっていう人は、ぜひ概要欄を確認してください。プレイリストを用意してますので、最初から見ることをお勧めします。はい、ということで、え今回はですね、Easy を使った よくあるミスを紹介します。なので、まずは和文英訳に挑戦してみてください。まあどういうミスがねあり得るのかなっていうのを考えながらやってみると面白いかもしれません。ではこちらです。私たちは世界中の人々と簡単にコミュニケーションを取れる。では一時停止して頑張ってみてください。どうぞ。では回答例を見ていきましょう。 私たちは世界中の人々と簡単にコミュニケーションを取れる。これはですね、例えば英作文のお題がインターネットの利点は何ですかだった場合、これをね、書きたがる人結構多いんですよ。なので、えー、2つ回答例を用意しました。まず1つ目。It is easy for us to communicate with people from all over the world. はい、これはですね、いわゆる仮守語。 it を使ったものですねなので実際の主語はここの不定詞です to communicate with people from all over the world がこの中に入って主語になって is easy for us ですねはいで二つ目は we を主語にしました we can easily communicate with people from all over the world はいどちらでも ok ですじゃあよくあるミスは何かと言いますとこちらですはいまあこれね間違ってる文なのであえて読み上げませんが ここのよううな文書いてししまったことあるでしょうか実は文法的にダメなんですねでそもそもなんでこのような文を書いちゃう人が多いのかなって考えたら、まあ、おそらくつまり、ね「It is easy for us to communicate with people」って言えるならば、まあ、この主語である「It」を「We」にも書いていいんだろうってことで「We are easy to communicate with people」って書いちゃってる人がいると思うんですね。 ただこれね別々に考えないといけないいいとけんですよそもそも上の文は、まあ、形式主語を使ってるのでちょっと例外的だと思ってください基本的には主語 B e 同士で Easy の後に不定詞をつけた場合不定詞の目的語を書いちゃダメなんですよどういうことかというと例えば To communicate with、はい With の後って普通目的語きますよ、ねまあ前置詞の目的語って言いますけどだって誰と会話をするか誰とコミュニケーションするかというとまあ people 人々とっていうのが普通じゃないですかでもこの形にした場合は目的語入れちゃダメなんですよなぜかというとこの目的語はもうすでにこの主語の位置にあるからなんですねで結構分かりづらいと思うので 今からもうちょっと簡単な例文を使って説明します。はい、じゃあこちらの例文を見てみてください。This to is easy book read 多分これならね意味わかりやすいと思うんですけどまあこの本は読むのが簡単だとかこの本を読むのは簡単だって意味ですよね。でこれ実は同じ形です。ね、まず集合集合ですよね。B e 動詞、B 動詞、そして EasyEasy easy そして不定詞、不定詞、同じなんですよ。で、先ほど言いましたようにこの 不定詞の後は目的語を置いちゃダメなんですねこの形の時だから置いてないですよねだって普通だったら「read」って多動詞なので「read a book」とかなんか書きたくなるじゃないですかでもダメなんですよなぜかというとさっき言ったように目的語はもうすでに存在しますただこの主語の位置に来てるんですよだから意味的には「easy to read this book」なんですねだから書き換えるとしたらこんな感じになります はいこのように形式主語「イット」を使って書き換えることができます。it is easy to read this to easy read book はいで先ほど言いましたように「Read」の目的語は「This Book」ですよね。ここにあったやつです。はいなので、まあ、意味は一緒です、えー。この本を読むことは簡単だと。じゃあこの「Read」の実際の目的語がこの主語の位置にある「This Book」ならば実際の主語は何ってことになりますよね。 つまり、誰が read this book しているのか。それはですね、こっからじゃ判断できないです。明確になってないので。まあ、こっちもそうですね。it is easy to read this book っていうのは、誰がこの本を読んでいるのかっていう情報は書いてないです。なので、明確にしたい場合は、えー、for us っていうのを入れればいいです。例えば、this book is easy for us to read.it、ね、is easy for us to read this book みたいな感じにする必要があります。 はい、なので繰り返しになりますがえ主語 B e 動詞 Easy 不定詞ってきた場合ここに目的語を置いちゃダメっていうことですねなぜならばもうすでにここにあるからとはい、これが分かればなんでこれがダメかっていうのが分かります、ね、主語 B e 動詞 Easy で不定詞来てます to CommunicateWith でも目的語を入れちゃってますだから言ってみれば例えば「ToRead」の後に TheNewsPaper みたいな。 ことを書いちゃってるのと、まあ同じようなミスになってしまうということになります。ちなみにこれは文法的にオッケーですよ。We are easy to communicate with。はい、オッケーです。なぜならば、主語、be 動詞、easy、そして不定詞。でここ目的語ちゃんと抜けてますよね。なぜならば、with の目的語はここにいるからなんですね。私たちとコミュニケーションするのは簡単だって意味なんですよ。 だから、まあ、こう書き換えることもできます。ね、It's communicate to easy w ですね。まあもともとこれが目的語なので、まあ、目的格に変えて「us にしてます、はい。これも OK ということになります。ただ私たちは別の人とコミュニケーションを簡単に取れるって言いたい時は必ず「こっちかこっち」の書き方にしてください。で最後にですねこの「easy」以外に「hard」と「difficult」も同じですね。 はい、同じルールですし同じぐらいミスが多いので気をつけてみてくださいじゃあ最後に練習問題をして終わりにしましょうはいでは練習問題ですね、えー、今回のものはですね今までの中で最も内容が濃いものになってます、えー、で今回もなるべく直訳できるような和文にしていますではこちらですほとんどののの科学者はテクノロジーの進歩のおかげで 各国が絶滅危惧種の絶滅を防ぐことが容易になったということで意見が一致しているが全ての国が同じレベルの緊急性を持って種の保存の問題について話し合うことに関心を持っているわけではない。はいちょっと大変かもしれませんが頑張ってみてください。では一時停止して挑戦してみてくださいね。どうぞ。 ではじっくり見ていきましょうまず most scientist ほとんどの科学者はこの「most」の使い方を第1回の授業でお話ししています、まあ、簡単に言うとこのような使い方の時は o ブはいりませんよっていう話でしたねで次「agree that」なんですけどこれが、えーまあ、意見が一致しているっていう部分になりますでこの「agree」の使い方は第6回の授業で話してるんですけど、まあ、簡単に言うと「agree that」の後は文が必要ですよと SV、ね、が必要ですよ。ってことですね、まあ、この場合は、まあ、こ,こちょっとおまけなので、ここですね。ここから、It has become easier. That ってここまでが文になってます。Agree with の場合は、名詞だけ。が後に続きます。はい。で、thanks to advanced technology。まあ、あテクノロジーの進歩のおかげでですね。まあ、ここいろんな書き方あると思います。thanks to the advancement of technology。とかでもいいですね。はい。 it is become easier for countries to prevent endangered species from becoming extinct はいこの easier 今回のポイントですね、えー、何々が簡単になりましたと形式主語 it を使ったバージョンになってますはい、だから国々にとって簡単になりましたよ何すること to prevent endangered species from becoming extinct まあ prevent a from b っていう形になってますね そして、えー、っと、絶滅危惧種というのは endangered species と言います。で、絶滅するっていうのが become extinct とか go extinct ですね。で、これ12回目の授業でお話ししています。extinct はね、動詞じゃないですよっていう話をしました。これ形容詞なので、その前に go とか become とかが必要になります。はい。で、その後にセミコロン however, comma ですね。この however の使い方は 第2回の授業で話しています結構ね However を接続詞のように使っちゃう人が多いんですよ。だからカンマ However カンマにしちゃう人いるんですけど、えー、ダメです。接続詞ではないので。だからカンマとカンマだけじゃ文と文つなぐことができないので、えー、ここでセミコロンで一度区切るあるいはピリオドで区切ってこれ大文字にしてくださいという話をしています。はい。で Not every country 全ての国が そうだっていうわけではないっていうまあ部分否定になってますねで、えー、every の使い方は第四回の授業でお話ししていますつまり every の後は単数形にしてくださいっていうお話でしたねで、is interested in 何々に興味がある discussing the issue はい discuss の使い方第五回の授業でお話ししています何々についてだから discuss about かな って思うかもしれないけど、about はいらないです。ね、直接ここに目的を置いてください。はい、問題を問題について話し合う。何の問題？species conservation のですね、えー。これはまあ種の保存っていう意味になってます。で、最後 with the same level of urgency。はい、この same の使い方、えー、第三回の授業で話しています。same は基本的には the が必ずつきますよと。ね、これ抜かしちゃう人結構いるので。 気をつけてくださいで意味はまあ同じぐらいの緊急性、まあ、同じぐらいのレベルの緊急性でとかねそれを持ってで話し合うっていうことになります。はいということで今回はですね授業8回分の学びを散りばめてみましたので、まあ、結構大変だったかと思うんですけれども、まあ、感想とかねコメント欄で是非知らせてください。ということで今日も何かね新たな学びがあったならば幸いです。 Thanks for watching and I'll see you in the next lesson.